佐賀江善明は、日本の社会活動家、作家。山形県東置賜郡、吉島村に生まれ、置賜農学校を卒業後に18歳で、満州拓殖公社に入社。訓練局訓練課に勤務し、満蒙開拓青少年義勇軍の訓練等に従事した。太平洋戦争開戦に伴い1941年に軍属となり、愛知県豊橋市陸軍予備士官学校を経て、少尉として春間平で従軍し、当地で終戦を迎えた。1946年復員。戦後、記事の吉島村に戻り、1947年に吉島村の青年団長となった。翌1948年に GHQ の教育改革部門である CIE が日本の教育指導者を対象として開催していた IFEL 講習会に参加し、グループワーク理論を学び、満州での開拓経験をもとに深刻化していた農村の 2.3 難の失業対策の一環として戦後の荒廃した国土を青年の手で復興させるため、山形県産業開発青年隊運動を1951年から行った。貧困にあえぐ農村部の開発推進のため農林省及び建設省が協力に乗り出し、1953年に国土総合開発促進のため産業開発青年隊導入要項を作成。その後20数年にわたり、同府県に青年隊が設置され、戦後日本の農村開発に大きな役割を果たすとともに、後の国際協力機構青年海外協力隊の源流ともなった。なお、青年隊は現在も熊本県、宮崎県、沖縄県に存在する。日本青年団協議会では副会長となった。学生運動にも関わり、藤本敏夫が収監された際には、身元引受人となっている。ありがとうございます。